はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、極限 Z 学生したゴテンクス2体使っていこうかなと思ってます。まあ、100% が基礎にあって、一キラモス1個につき 30% アップ、単結果ごとにね、それが 1% ダウンして最大 70% と、取得待機玉1個以上で 50% ディフェンスが上がる、取得待機玉4個で 70% アタックが上がりますよと。で、高確率回収持ちですね。で、こっちは高確率技術でなってます。で、こっちなんですけど、まあ違いとしては、何なんだろうなって、まあ多分皆さん思うかもしれないですけど、必殺効果に関してこっちはアタック大幅低下となってます。で、あとは、その倍率っすね。こっちの方がアタックディフェンス低下の速度が速いです。 2% なんで、おデブちゃんの方は 1% ね。で、取得機でもこっちは2個以上なんですよ。で、ディフェンス 50% アップ。で、ここなんですけど、向こうは待機玉1個なんですよ。こっちは取得機玉2個なんで、まあどっちもどっちだなっていう感じはある。で、もうこっちは取得機玉4個でアタック 50% アップ、向こうは取得待機玉4個以上で、アタック 70% アップなので、まあこっちの方が作りやすい。ただ倍率としてはこっちの方が高い。で、高確率回信でしょ。こっちはまあ中確率で回信が発動となってます。だから一概にどっちが弱いとは言えないんですよね。うん、ってことでやっていきます。ごめんなさい、上から 2G2G、3凸 2G2G2G フレンド、ごめん、俺のが3凸です。リンクレベルマックスですね。チャオマンとこいつはマックスです。任せてくださいよ、チャオマニストの僕に。こんなんかかれば一発ですよ。久々に極限バトルやるね。フュージョンだし、しかも懐かしいわ。個人的にどうだろうな、まあ多分弱くない性能だし、ラセのパッと見る限りには短期戦向け、局面バトルとかに向いてるかなと。レッドゾーンとかには間違いなく向いてないです。うん、無理、行かせれない。ではどっちがいいのって、いざとなってどっちが作った方がいいのっていうと、まあ簡単操作で言うんだったら B の方を作った方がいい、おじいちゃんの方を作った方がいい。 A の方はね、難しいかな、気玉変換がいる、どっちかっていうと。リンクは相性バッチリなんで、悪くはないですね。バッチリなのはバッチリです。ただっていうところ、そこは難しい、本当に。その、ただ、本当に、なんだろうな。まあ、どっちでもいいかな、作るの、正直俺。気玉変換おるんだったら、例えばビルスイスとか組み合わせるといいかもしれないですね。あと誰だろう、最近で言うとゴッド悟空とか、あれどうなんだろうな、あれリーダーとしてできるんかな、根結がこれ入ってるんか分からんけど、まあそこら辺とかが運用範囲に入るかなと個人的には思います。あ、それ以外に関してはちょっと何とも言えんですね。412万、悪くないっすね。まあ、フルリンク被ってるからね。魔法は結構軽く出るな。また、気玉取得数、こっちの方が楽っていうのはある。うん、だからこっちの方が火力は伸びにくい。難しいっすよね。伸びにくいけど、伸びるのは伸びるけど伸びにくい。そんなキャラっすね、マジで。マジでそんなキャラ。難しい、マジで。お前が亀裂入ってんのか。なら輝くしかねえよな。星になるぜ俺は。ゴジータを取るかチャオマンを取るか悩んだけど、やっぱりチャオマンでしょ。そんなチャオマニストの僕にとっては当たり前ですよ。あ、まだスポポビッチやられてなかったんだ。まあいいか。やっぱりね、チャオマンを語らしたら僕はたまらんすよ、ほんまに。いろんなチャオマン試してきたからね。最近で言うと、いや、やめとこう、これはネタバレになる。そう、いろんなチャオマンを試してきたからね。さてさて、ゴチータずらし、そっか、さすがにこれちょっとアイテム使わないやばいっすね。全が働いてくれてもきついわ。
まあ順当にこれでいくか。あー待機弾残しておけばよかったな。まあいいか。全が働く OK。 こいつ全が持ちであり全属性効果抜群持ち、まあそれも確率次第ですけど、高確率だったか 50% ぐらい。でパンデルの方は味方がフュージョンの場合だとアタックディフェンスバフもつくし回避率上昇もつくっていう風な感じになってます。まあ強いんじゃない。なんか強く見えてきたなんか強く見えてきたな。まあこいつ強いからな。実際のところ、まあ、最近のイベさんって本当に強いキャラが多い。既存の例えばイベントをクリアできるぐらいにはなってる。まあ、今回で言うと極限バトルのフュージョンなんですけど、あ、これぐらいダメージ与えれるんだったら十分じゃないですか。正直俺は十分だと思うけど、実用性はめっちゃあるよ。うん、輝かしい未来持ってるもん多分。知らんけど、わかんな、なんか癖がついてんな。知らんけどっていう言葉に癖がついてるわ。これでいきましょう。守れちゃうんだな。待機弾残したいなこいつのために。 OK 気絶でけ。うーんまずいまずい。怒りのチャオマン、チャオマンブチ切れてるわ。 40% ぐらいだったかな、こいつ回避率あるから。 40% だったかな、 49% だったかな。あれ何パーがあるんだっけ。 6% だったかな。味方一体につき 7% だよ。ってことは49% ですね。これ自身も含めるっぽいので、自身を含めない場合はそういう風に書いてるから、多分自身を含めると私は勝手に解釈しちゃう。これどうしようかな、こいつから倒すか。どうだろうな、 B と A つったら A の方がちょっと使いづらい部分あるよね。ただ単にディフェンス上げる部分だったらいいけど、火力まで上げようと思うと、B の方が使いやすい。気持ち悪い。まあ、無論取得機玉数っていうのもあるから、まあ、それも踏まえても B の方が上げやすい。だからどっちが強いかっていうと、俺は B の方が強いと思う。おじいちゃんの方が強いと思う。うん、なんとなくね。うん、そう感じる。まあ、気玉残せやっていう話なんだけど、無理だろ無理だろ、そんな。ちょっとさすがにお化け使ってみよう。これ待機玉取りてえな。待機玉取らなきゃ意味ねえもんな。お曲で取れた、しかも5個も取れたよ。ちょっとどれぐらい上がるか見たいね。まずで、そうだね、気玉を重要にするか。とりあえずチキ玉を次 B に取ってもらおう。276万と。まだこいつ本庄市じゃないからね、多分。338万。まあまあ悪くない。悪くないけど、良くもないわ。なんだろうな。まあ悪くないか。ヘビが来るから、それにこれちょっとヘビ姫使おうか。ヘビ姫がねあんまりに余ってるんですよ僕。だからちょっとねここイラで消化したいっていうのがある。でこっちに当たっていくしかおうか。で何個取れる。6個取れるんだったらいいんじゃね。6個取れて何分ぐらい。お、甘いね。まあ、大体高確率近くまではこいつ避けてくれるから大丈夫でしょう。これも避けてくれると思います。ほらちょっと一瞬避けんとってって思ったけどそこ避けんなって思ったけど、ね、逆に344万。まあ悪くない。
悪くない悪くない、全然悪くない。 B だな、俺は B 推しだな。みんなはどっちなんだろうね。 A と B どっちが強いとかあるかな。俺 B の方が絶対強いと思う。 B の方が使いやすい、はるかにはるかに使いやすい。 A は待機玉っていう縛りがあるから、ただまあそこ基本的な取得機玉っていうのは変わんないから、そこは別にこだわらないんであれば全然ありっちゃありなんだけど、うん、せっかくだし特艦モード入ろう。いやーこれこっちだな。でこれ、ああ危ねえ、取れた取れた、危ねえ危ねえ、ちょっと指がずれたかと思った。なんで俺がチャオマンで特艦モード入ったか、入りたかったからな。本気を見せてやる。これどうしよう、タップせんとこ、飛ばさん程度にちょっとなんか飛びそうな気がする。相手が、あー飛ばんね、オッケーオッケー。これで火力なんぼ、いや409万、まあ悪くねえか。キダム変換と合わせると強いかな。まあサポート枠が一ついるね。ビルスイスであったりとか、そいつと相性いいかな。でもビルスイスデコテンクス持っていくんだったら、俺多分ビルスイスでチャオマン持っていくわ普通に。気持ち的に。海賊生は間に合ってるからな。さあまあおじいちゃん蹴りつけてください。まあただ撃つ前は守れないですね、あんまり。必殺に対してはちょっときついところある。まあでも弱くないです普通に。はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。今回5テンクス失敗 AB 使ってみたんですけど、僕自体はまあおじいちゃんの方が使いやすいかなと思います。まあ運用に関しては全然既存のレッドゾーンじゃない、既存の極限バトルとかに、まあ挑めるぐらいのレベルになってますので、僕は全然ありかなと思います。レッドゾーンはちょっときついと思う。うん。ただまあ、この難易度に挑めるイベさんがどんどん出てきてるっていうのは、まあ、嬉しいところもあり、寂しいところもあり、どっちかっていうと、まあ、僕は寂しいところあるかな。それより、トランクスゼノとかもっと強くしろよって思うけどね。はい。はい。まあ、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。皆さん、A と B どちらが、使いやすいでしょうか？またコメントで教えていただければ幸いです。それじゃあまた皆さん、バイチャー。